ボートレースナルト第32回日本モーターボート選手会会長杯競走、恒例のゴールデンウィーク決戦は四国地区のスターがずらりと揃って最終決戦です。第12レース優勝戦、1号艇島村隆義、2号艇西野勇輝、3号艇山田優也、4号艇沖津愛、5号艇宇野健太、6号艇三島誠司、以上6名の対戦です。枠番通りの進入スタイル、絶好枠はシリーズリーダー島村隆義、インコースに構えます。桁外れのターン回り、9戦7勝圧倒的、お盆お正月に続いて里帰りシリーズ3連覇を挑みます1号艇島村。一方ディフェンディングチャンピオン2号艇西野勇輝が2コースから迫ってまいります。島村さんを倒す強い決意で臨みます。そして3コースは鳴門4場所連続ファイナルの山田優也であります。チャンスのある足と爽やかに応えてくれました。ここまでがスロー、角4コースには4号艇沖津愛、昨日の強烈な付け前、惜しくも2着でありました。ならば勝つためにもう一足を求めての戦い。5コースには5号艇宇野健太であります。初日の整備で立て直して勝ち上がってまいりました。大前自弱に感激をつく。そして6コース、ただ一人のアウェー、ここ一番の集中力、勝負強さピカイチであります三島誠司。第12レース優勝戦、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。インコース2コース4コースあたり、0台行ったがインから好スタート洗った1号艇島村隆義、3コース付け前狙う山田優也、飛びつく1号艇島村に切り込む2号艇西野、5号艇宇野健太、バックスレッジに入りますが1号艇島村を内から捉えるか、5号艇宇野健太、へ先をかけるがパワフルにグイッと出て絞り込んだ1号艇島村。2番手争い5号艇2号艇の攻防、第12レース優勝戦スタート正常、2マークトップでクリア、1号艇島村隆義、握る5号艇宇野健太、バランス崩した、内をついた2号艇西野勇輝が2番手、上の体型1番2番5番の体勢、あっという間に大きくリードを取った1号艇島村隆義先頭、2号艇西野勇輝が2番手、5号艇宇野健太が3番手、1番2番5番の体勢2周1マークです。2番手2号艇西野の内側くるっと回る5号艇宇野健太ですが、2番手もリードを広げた2号艇西野勇輝、上の体型は1番2番5番の体勢となっています。後方は6号艇3号艇4号艇が続き、2周2マークへと移ります。完全に先頭は1号艇島村隆義、2周2マーククリア、2号艇西野勇輝が2番手、5号艇宇野健太が3番手、1番2番5番の体勢、最内から5号艇宇野が伸びまして、1号艇島村を捉えるかに見えましたが、直線コースで絞り込んで一気に独走体勢固めた1号艇島村が先頭であります。今シリーズ初日から4連勝、桁外れの出足回り足を披露。モーター22号機はここまで実績があるエンジンとはいませんでしたが、ハイレベルな調整力で節一クラスに、打倒島村を歌うメンバーをまとめてシャットアウト。この勝利、今年早くも V5、 そしてお盆お正月に続く地元勢集結シリーズ3連覇を飾ります。地元は10回目、通算では G1 含め37回目の優勝は目前。先頭は1号艇島村隆義、2号艇西野勇輝2番手、そして惜しくも3番手5号艇宇野健太、上位体系125でゴール。先頭1番島村優勝の5輪、2番手2番西野5輪、3番手5番宇野5輪、6番三島5輪、3番山田5輪、ラストは4番沖津5輪です。